This earthquake destroyed many, many fishermen small cities here in North area. And the beneficiaries of this project is the people who are severely suffered by the huge earthquake and tsunami here in North area of Japan. 名前は千葉真也、漁協の支所長をやっております。年齢は55歳、事務所があったところです。うちがまず流されて住む場所がないと、仮設でまず家族離れて暮らしているとのが、まあ一番自分の生活で変わったところと、あとは仕事面では漁業が全て壊滅的な状況になったので、その復興のために今一応いろいろと普段にないような動きをしているというのが状況です。これからワカメ作業をするのにいろんな機材が搬入されます。実際倉庫も全部壊滅的になったので、今その資材を置く保管施設がどこにもないので、それが一番緊急に欲しい施設ですね。多分今までの流れでいくといろんなこう転換期があったんですけど、これがまああと5、6年で終わるわけですけれども、一番の大きい節目で来たのかなと。これもある程度自分の使命っていうか、そういう運命を感じますね、今回の震災のこういう被害は。